はい。それでは様々な位置変換と合成ということで解説をしていきます。まずですね、平面の回転を前回やりましたので、その復習からしておきましょう。平面の回転ですけども、明らかに線形性を持ちますと。なぜならば、X プラス Y のシーター回転というのは、X をシーター回転したものと Y をシーター回転したものの割になっていると。これは当たり前ですね。 二つのベクトルがこうあって、それをシーター回転するということですね。そうすると、これを足したものですね。足したものっていうのは、これを足したものにシーター回転したものというふうになっていますと。こういうことですね。はい。まあ全体をシーター回転するわけですからあ、平行四辺形はそのままシーター回転されるということで、これは明らかでしょうと。はい。ということで、えー、もちろんスカラー倍もですね、三倍してから 30度回転するのと30度回転してから3倍するのは当然一緒ですので、はい。このように線形性を持つことがわかります。で、H0 の行き先がこのようにコサイン、c o s s i n 01の行き先がマイナス s i ン n c o s になる。ということから、シーター回転を表す行列は、このような形をしているということがわかったけですね。例えば60度回転を表す行列は、このような行列になります。 さて、30度回転してさらにマイナス30度回転するとどうなりますか戻りますね。0度回転。そのままですね。何もしない。高等変換っですね。行列としては単位行列に対応する変換ということになります。30度回転して60度回転したら90度回転ですね。はい、90度回転は10を01に、01をマイナス10に移しますから、 こういう行列に対応する変換ですね。まあ、このように回転を続けてやるとどうなるかということを次の例題で考えてみましょう。はい。アルファ回転を F、ベータ回転を G とします。G0F はアルファプラスベータ回転ですね。F0G でも構いません。どっちでも一緒ですね。これを用いて三角関数の加法公式を導けというわけです。それでは、ちょっと自分で少し考えてみてください。 はい。自分で考えてみたい人は動画を止めて考えてみてください。はい。それでは解説していきます。えー、G0F で10ベクトルですね。基本ベクトル10が何に移るかをちょっと考察して考えてみましょう。10ベクトルを計算するんですけども、まず F かっこ10というのは何かというと、コサイン、サインですね。で、これを G で移すということは、あー g に対応する g を表す行列、これをこの、このベクトルにかけるということですから、このような式になります。ということで、このような行列が得られますと。あ、ごめんなさい、ベクトルが得られるわけですね。はい。え、cosin bet, cosin b サイン o s i n α-sin b e サイン i n α。s サイン e t cosin α-tas, cosin beta, このようになります。どこかで見たことのある式ですね。 えー、g0f は f プラス β 回転なので g0f の10は当然これですね。このこいつのこの α のところを α たす β に置き換えたものに当然なるわけですね。この2つが当然等しいということになるので比較すると cosα たす β は cosα cosβ マイナス sinα sinβ。sinα たす β も同様ですね。というふうにして下方公式が一時変換。 を表す行列を使って導き出すことができたわけですね。